こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、またいらしていただきました。はい、お久しぶりなんですけど。はい。リラクヤは朝霞になりました。そうですよね、移転、はい、いたしました。ありがとうございます。ロコさんは今日はどうされたんですか？今日は結構、はい、肩とか腰とかが結構疲れ出てる感じで、肩腰、はい、痛みとかもあったりしますか？ああ、結構痛くなる時もあります。あ、そうなんですね、はい、なんかどういう風にすると痛いとか、うん、なんかこういうことが多いから痛いんじゃないかみたいなのありますか？結構仕事とか日常的になんかパソコン使ったり、はいはいはい、ずっと座ってることが多くて、それで長時間座ってて夕方ぐらいになると痛いなみたいな。なるほどなるほど、はい、普通にやっぱりこう座りっぱなしで肩腰が辛くなっちゃうってことですね、はい、かしこまりました。ロコさんの、はい、あのすごく評判が良かったので、とてもありがたいです。皆さんなんか楽しみにされてた方もいると喜んでる方が多いと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。なんかでも足ちょっとお疲れっぽいですね。あ、本当です、うん、ちょっとお色が少しくすんじゃってるので、多分、まあ、やっぱ座りっぱなしだとむくむじゃないですか。さっき今ちょっとやっぱりむくみがありそうですね。でやっぱりオイルもできればやった方がいいかなって感じありますね。はい、はい、あ、じゃあ、ま、回してます。大丈夫ですか？回していいんじゃないですか。20分ぐらい、2、30分以内で絶対終わらせますので、はい、はい、一旦じゃあここかぶせ伏せにお願いします。はい、します。まずいたしますね、はい、ちょっと痛くてすみません。多分痛いんですけど、最初凝ってるとね、痛いので痛いですよね。右と左どっちもね、とても痛そうですね。針が強いですね。うん、相当痛いですね。首も見ますね。すみませんね、最初痛いんですけど、ちょっと前後でね、比較としてなので、あ、ここすごいですね。右の方が首痛そうですね。ここ、はい、左はこれなんですけど、うんうんうん、右はもうこれすごい痛いですよね。はい、右痛そうですね。ちょっと右の方が首を辛そうですね。で、ちょっとふくらはぎも見ていきます。はい、ちょっとね、ふくらはぎも多分張りがあるので、うん、これとか痛いですよね。ここも痛いですね。右も左も結構痛いって感じですかね。うん、左右差はあんまないですかね。あんまり、あ、でもちょっと右、はい、多分結構同じぐらいな感じしましたね。はい、右も左もやっぱりちょっと足もあのちょっと疲れてらっしゃるんで、はい、痛そうですね。首がもうダントツ右の方が痛そうだったので、うん、首ちょっと右側に立って、じゃあ揺らしやっていきますね。はい、はい、失礼します。感じないですか？大丈夫です。はい、なんか気になることあったり、あの痛いとかあるようでしたら、ちょっとこう揺れも良くないですね。腰硬くなってますね。辺りからですね、両手を横の方に持ってきていただいて、体の、はい、そうですね、気をつけするみたいな感じで、そうそうそうですね、ベッドに上げていただいて、はい、その辺
結構痛い、はい、痛い。これも痛いですか？ちょっとさっきのところちょっと痛い感じありました、うん、あ、すいません。大丈夫ですかね？大丈夫。さっき思ったんですけど、うん、座ると背中が丸くなっちゃうんですね。あ、そうですよね、多分、うんうん、この辺の張りがすごい強いですね。丸くなっちゃうとここが、うん、テンションがかかるので、気持ちいいくらいですかね。そうですね、はい、はい、揺れやすくなってるのがありますね。あ、本当ですね、なんか、うん、確かに、うん、すごい、まあ、軽い力でも全体、さっき全然こう、上に揺れが伝わらない感じがあったんですけど、ね、まあ、だいぶ揺れが大きく出てくるようになってきて、うんうん、ブラジャーのホックだけ外しちゃって大丈夫ですか、はい、失礼します。骨の矯正していきます。痛くないですかね。痛くないです。ちょっとなるかもしれませんけど、はい、チェックしますね、もう一度、はい、はい、はい、同じようにやってるんですけれども、結構グッとやってますよ。あ、本当ですか、はい、さっきとは全然違います、はい、そうですね、うん、あの痛くないですよね、さっきよりね。そうですね、うん、はい、かなり緩んでます、うんうんうん、結構グッと入れてもおすごい入ってるの分かりますよね。これぐらいの力でやってるんですけど、うん、あんまり痛くないですね。そうですね、はい、うん、緩みましたので痛み減りましたね。首も見ますね。さっき耳がすごく、ね、痛かったとこですね、うんうん、ここですね。いや、何も痛くない左と右であんまり違わないですよね。違わないです、はあ、さっき左もちょっと痛かったですけど、うんうん、はあ、左も右も痛くないってくらいになってますね、うん、お5分ぐらいなんですけどね。すごい、はい、ふくらはぎも見ますね。あ、ふくらはぎも柔らかくなりましたね。痛くないですね。痛くない、はい、これ、うん、もう
わかりますよね。ふわっとしてますね。腕もすごくこう出やすくなってますよね。小さい力でこうグラグラときますね。最初結構はい、カチッカチッ、そう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 、かちょっと強くやらないと入れが伝わっていかないって感じだったんですけど、カッカッしてます。そうですよね。だからちょっとでもこうこの辺なんかも痛いとおっしゃったところですけど、これ痛くないですね。すごく緩みましたね、その中もね。